写真拡大。日本ハム金水一大投手35が28日日本時間29日成田空港発のチャーター機でフェニックス空港に到着した。バスで一度宿舎に向かった後、米アリゾナ州スコッツデールのキャンプ施設を見学。オリックス時代の同僚で現ダイヤモンドバックスの平野からサプライズプレゼントがあったと明かした。クラブハウス内の自身のロッカーを見ると見慣れないダイヤモンドバックスの T シャツと帽子があった。帽子のひさしひさしの裏にはウェルカムトゥアリゾナという粋なメッセージが記されていた。同施設はダイヤモンドバックスの練習施設で、メジャー2年目を迎える平野もキャンプで使用する予定。いつ行くかは決めていないと日程は未定だが、米国で食事に行く計画もあるという。まだファイターズの流れが分かっていないので、その流れにうまく溶け込んでいければと思うと力を込め、キャンプインを見据えた。